はい、ね、今急遽三角公園でね、ここでこれライン、ライン三角ベース作られて、今から野球大会が行われるということで、で奥でね、ここのボスの赤星さんと飲んでたんですけど、出場してきやって言われて、出場すごく楽しました。いや、正月から野球できるっていいね。我がグループに野球部あるんですけども、裏野球部っすよ。裏野球部じゃないから、ね、年に1回しか出場してないんで、いや、本当に嬉しいですね。ちょっと今から、はい、いいですか。それでは、はい、はい、ピーッと学ぶ甲子園、甲子園ここで、ここはい、でホームランはあそこの炊き出し小屋の屋根の上に飛んだらよしと、はい、でこっちのフェンスの中に打ち込んだ方は責任で梯子持って行って拾うとこれでホームランだよ、ホール、うん、これに当たってもホームラン、場外場外、いや、おっしゃる通り、これポールに当たったらホームラン、直接当たったらですよ、うん、ワンバウンドホームランだね。いやー、めっちゃいいな、正月から野球できるの最高やな。ホームランにしましょう。あれはもうラッキーホームランと最高っすね。いや、ホームランちゃうやん。いやー、あー、そう、ソフトボールか。はい、ダンビーが入って最初はグー、最初はグー、いいね。リアルダイナマイト、どんどん。始まるで行ってきます。マグロさん行けよ。ちゃうよ。まだもう行け、もう行け、もう行け。いやー、いいね。いやー、いいな。マグロさん。この球もいいね。球早かった。当たった、飛ぶ。見ました。おお。おお、おい。アウトや、アウト。アウトなんや。アウト。出ないですね、絶対に。川崎二番目よ。じゃあ。はい。服汚れるからいやっす。はい、いや、いいね。急に始まるね。ダイナマイト、どんどん。で、何がこの街いいのかっていうのが、さっきも言ったんですけど、ボールがあれば手作りで、でもなんかさ、ちっちゃい頃に、俺ら世代で三角ベースやってたし、もうルール、みんな知ってんのよね。投げるまで離れられないっていうね。盗塁でやりにくいんですね。まあ、そんなも含めてなんかこう、うん、
みんな本当に子供時代に帰れて、こう童心とかね、戻れてって楽しそうやなって。みんなやっぱね、あとこう、おい、サブがいない、サブがいない、サブがいない、やっぱ立ち位置があってね、すごくいいと思います。ほんで僕とすれば、先ほど守備やらせてもらって、で、打たせてもらって、で、次の状況が、プロボクサーの森田君が来てくれたので、センターに、僕の交代が守ってもらってます。この先どうなるのか、こんなもん激闘があるのか、代理戦争や。野球、野球の代理戦争。ああ、審判、審判、アウト、うわーボール持てなかった、アウト、セーフ、ボール持てない、いやいや、セーフ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 、ファーストの塁審がセーフって言ってた、セーフ、うわー、はい、私のところね、全然見えないんですよ、今のは。はい、あ、ほんま、はい、あれは選手やね、セーフ、セーフ、あのね、落としてたらしい、はい、練習じゃなくて選手や、選手か、うん、あれアウト、もうじゃんけんでいいんじゃない、じゃんけんでいいんじゃないですか、アウトだよね、アウト、アウト、アウト、ボール持ってなかった、はい、戻った、持ってなかったっていう周りの人たちの評価で、はい、セーフ、まあセーフやな。いいね、いいね。2点入りました。いや、それ今こういう人に、はい、はい、はい。いやいや、大丈夫。いいね。どうすか。楽しいですね。大盛り。そうそうの。いいね。いや、こんな正月ありやな。ここ数年で。普通はセーフなんだけど。なかなかね、うん、まあ、ここ愛嬌で、うん、ここ愛嬌で、どうなったほんま、もう忘れたわ、愛嬌でどうなったの、はい、じゃあツーアウト満塁でございます、愛嬌でどうなったの、いやいいな、この良くないもん、このバット変えるって、おーい、おーい、おーい、ストライクですよ、この街ってもう魅力しかないよね、うん、あとは代理戦争、うん、赤組対、白組の代理戦争、あっ、バッターボール、回はね、最終回になったんですけども、やっぱりいいね。で、相手のチームなんですけど、守備に、確認したらね、11人いたんでね、うん。そういうのも含めてね、やっぱいいな。アウト、ちょっと待って、バッターが一番いいの誰や、じゃあ、適当感がすごい。愛嬌で言うじゃん。愛嬌で。守ってる方、勝ってる。愛嬌で言えばアウトでいいっすか。はい、抑え切ったら、皆さんカップラーメン2個。うわぁ、おぉ、ちょっと、ぜひとも。
はい、ベース踏んだら開きませんで、アウトにしますよ。はい。はい、あいついけるね。うん。今あの、ふざけたらダメだね。ふざけたら。うん。いや、大丈夫、大丈夫。はい。いいよ、舐められんなよ。おお、ナイス、当たる、当たる、当たる。いいよ、いいよ。いいよ、当たるよ。気持ち短く。おおサード上手すぎやろ。寝る試合の展開はプロボクサーとしてあと、まあ、デッドボール起きたら僕が、まあ、出ますよ。ちょ俺はい、逆転なるか。何点差ですか。2点差。ストライク、ストライク。もうちょっと後ろからがいいな。もうちょっと後ろから。それぐらい。はいはい。はい、ツーストライク。ツーアウトですよ、ツーアウトですよ。しゅっ。あっ、え？三振。おい。でございます。はい。負けました。はい、整理してください。はい、負けたね。打ったな。いや、どんな勝負も正直は負けたら悔しいね。そうやね。はい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 。ちょっとお願いします。